こんにちは、うさぎ飛びチャンネルでございます。今回は最大2000人が同時に遊べるグランド RP ロールプレイサーバー関連の動画となります。まだ始めてない人は概要欄のリンクから登録していただければゲーム内マネーなど多少お得な特典がついてきます。パソコン版の GTA5 があれば無料で開始できますので、まだやったことがない人はぜひ遊んでみてください。今回はですね、単なる雑談の動画です。もう最初から最後まで雑談のみです。でお見せしていく映像は初めて飛行機の仕事に行った時のものとなりまして、やってみたらですね、 GTA オンラインの操作方法とちょっと違ってて最初かなり戸惑いましたね。なので、動画見てるとわかるんですが、かなり変な動きをしてます。でなんとなく操作に慣れてきたなと思ったら、通過地点のマーカーがですね、黄色いやつですね、出てくるのが非常に遅くて終始四苦八苦しております。でそんな映像を流しながらダラダラ喋ってくるんですけども、なんで今回雑談なのかっていうとですね、僕のチャンネルをご覧になってくださってる方々は大きく分けると、2種類いるかなって感じてまして、でもともと GTA オンラインをやっていて、結構前から動画を見てくれている方々と、ロールプレイをやっていて初めて僕のチャンネルを知ってくださった方々がいると思うんですね。でかなり前から見てくださってる方は、なんとなく僕のチャンネルのことを知ってくれてるかなとは思うんですけども、僕のチャンネルは解説とか検証作業で、たまにこうやって雑談だけの動画っていうのを出してます。でこんな雑談の中でですね、僕についてもいろいろ喋ってるので、過去の動画を見てる方には重複した内容というのもあると思うんですけども、ここ最近ですね、このゲームの中で結構話しかけてくださる方もいらっしゃいまして、でこのゲームで、僕を知ってくださった方々に改めて、僕はこんな感じのやつですよっていうのが分かってもらえたらということで、なんとなくダラダラ話していきます。僕はこの GTA5 という本家のゲームはかなり昔からやってたんですけども、ロールプレイというスタイルのこのゲームみたいなのは今回が初めてです。でこうやってね、配信とかやってるとこのゲームにめちゃめちゃ詳しいんじゃないかというふうに思われがちなんですけど、全くそんなことないです。今現在もファミリーさんとかね、いろんな方にお話を聞いて勉強しながらやってる途中でございます。で本家の GTA5 のオンラインではですね、難易度のかなり高いで激しい打ち合いをするミッションというのが大好きで、そういったものをですね、被弾を一発も受けずに、一発も撃たれないでそのミッションをクリアしたりとか、そういう動画も出したりしているんですけども、こっちの世界ではですね、犯罪を全くやらずに平和に暮らしていくというコンセプトでこのゲームを進めております。で僕自身はですね、車やバイクがとにかく大好きで、現実の世界でも結構多くの車や単車に乗ってきました。でタイプ的にはですね、若かりし頃はまあ結構なスピード強で、ちょっとこういう動画では言えないぐらいの速度で、一般道を走り回ってました。今考えるとね、よく生きてるなっていうぐらいの速度です。カスタムとかに関しては、一応工具類とかもそこそこ揃えてて、自分でなんだかんだいじりながら、多少の知識の中で、バイクのキャブレター外していじってみたり、あんなことやってこんなことやってって、で結局最初より調子悪くなって、なんだかよくわかんない状態になって結局バイク屋に持っていくとかね、いろんなことがありましたね。バイクに関してはそんな感じですけども、車に関しては、乗ってた車はほぼほぼセダン系でですね、パッと見あんまり柄の良くない車っていうんでしょうか、俗に言うビップカーと呼ばれるような類の車が多かったですね。そんな車大好きの結構いい年こいたおっさんがやってるチャンネルだと思ってください。であとはですね、動物が大好き、特に犬はね、ずっと飼ってたんで思い入れも強いんですね。なのでこのゲームのペットシステムっていうのを見て、うわめちゃめちゃ犬欲しいって最初は思ったんですけど、寿命が2ヶ月っていうのを見てね、なんだこれ死んじゃうんならいらねえやって即考えを変えました。多分僕はですね、こんなゲームの中でも長いこと飼ってる犬が死んだら相当悲しい、下手すりゃ泣いちゃうかもしれないですね。で、ここだけ聞くとね、動物好きな優しい人だなとも取れるんですけど、傍から冷静に見たらね、
ゲーム内の動物が死んで、まあ、いい年こいたおっさんがゲームの画面見ながら泣いてたらかなり気持ち悪いと思いますけどね。ただですね、これどうやら GC を使うとペットの寿命が伸ばせると聞いて、まあ、ちょっと今悩んでるんですよね。まあ、だからといってね、これ寿命が伸びたら伸びたで長く飼ったら愛情も倍増してくるんでね、まあ、そうなったらちょっと僕はペットのために一生このゲームを続けなきゃならなくなる。でずっとね、長年このゲームが続いてったとして、まあ、何らかの理由でね、このゲーム自体はあるけどユーザーがみんな離れちゃったなんていう状況になったら、まあ、もしかしたらね、僕はたった一人で誰もいないロスサントスの街を犬の散歩をしてるかもしれない。まあまあ、それはそれでちょっと面白いけど。とまあそんな感じでですね、乗り物と動物が大好きなんですね。まああとはですね、過去の動画ではよく映画とかアニメの話なんかもしてます。まあとにかく映画も大好きで、昔はですね、軽く1000本以上の映画が家にありました。しかもですね、DVD とかブルーレイの時代じゃなくて、ビデオテープの時代ですからね。まあある程度の数まではラックに飾ったりしてね、インテリアとしても結構おしゃれになるんですけど、それぐらいの数になるともう邪魔でしょうがない。で当然ですね、一回見たらもう見ない作品というのも多数あるわけですね。でそういったものを段ボールに入れて押し入れにしまってたんですけど、ある日見たらビデオテープにカビが生えてた。しかもほぼ全部。でその時初めて、あ、ビデオテープにもカビ生えるんだって知りましたね。まあ相当ショックではあったんですけど、まあ邪魔だったのも確かなんで、でちょうどですね、 DVD とかに移り変わる時代だったんで、まあ、そこから先はビデオテープは全部処分して、まあ、DVD とかブルーレイに変わっていきました。で部屋がだいぶすっきりしたなと思ってたら、今度はオンデマンドの時代になって、もはやブルーレイディスクさえ家に必要ない時代になっちゃいましたね。あとですね、スポーツとかも、まあ、見るのもやるのも大好き。まあ、って言っても最近はね、体動かしてないんで自分では全くやらないんですけど、まあ、そんな中で一番長くやってたのはサッカーですかね。まあ、一応審判の資格も持ってました。って言っても一番ランクの低いやつですけどね。審判の資格にもですね、ランクというか階級みたいなものもありまして、そのトップクラスが、まあ、ワールドカップとかの審判をしている人たちですね。でまあその審判の資格っていうのも別に取りたかったわけじゃなくて、成り行きで取らざるを得なかっただけで、何も審判がしたかったわけじゃないんですよね。でサッカーそのものは僕はそんなにうまいわけじゃないです。まあ、あとは格闘技とかも、まあ、多少かじる程度には経験はありますけど、まあ、あとバドミントンとかも好きでやってましたね。まあ、あと歌は歌うのも聞くのも大好き。もうジャンルは演歌からヒップホップから洋楽からもう何でも聞きますね。歌う方も何でもあり。とまあ興味のない人には本当にどうでもいい自己紹介的なお話をしてきましたけども、僕のチャンネルではまあこういった感じで映画とか車とかに関する雑談をよくしてたんで、まあ、めちゃくちゃ暇な人、まあ、もしくは自分と趣味が近いなと感じた人は、まあ、過去の雑談動画なんかも見てください。ということで今回は単なる雑談動画でした。こんな動画にここまでお付き合いいただいた方本当にありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。